はい、どうも皆さん、おばんでございます。操作でございます。ね、今日も実家のリビングから、撮影をしております。ね、本当はですね、今日、自分たちの住んでるところに帰る予定だったんですけども、何を思ったかね、もう一泊することになっちゃって、いや、実はこれね、理由があるんですよね。理由があって、本当は、今日帰る予定。で、相方と荷物を、ね、昼過ぎにまとめて、荷物も全部詰めて、寝室の布団も畳んで、よし、じゃあ、あと帰ろうか。ね、寝室が2階なんで、実家の、1階に降りてきて、で、そうだね、あと車に積むだけっていうところで、ちょっと、うちの母の方からね、ちょっとわからないことがあるんだけど、こうちょっとパソコンについてのことをね、こう、話してるうちに、父もいたんですね、リビングに。ね、母のそのレクチャーに時間がかかってしまった。で、父さんもなんか落ち着いてるで気づいたらね午後の2時だっていうので、じゃあもう一回泊まるかっていうので、今夜も一晩お世話になっておりますまあ明日には本当に帰んなきゃいけないんですけどね。明日から仕事があるんで、明日は授業2本か授業が2つあるので、本当に帰らなきゃいけないんですけどもですね、そんなこんなで、あれですね、正月の今日3日ですか、3日、正月三が日終わりましたね。さっきの昨日今日と、ゆっくりさせてもらいましたけども、やっぱ実家っていいなと思いますね。家があるってやっぱりいいなっていうので、で、こうね、うちの相方なんかね、何回かはうちに来てるんですけどもね、こう実家にお邪魔して、ご両親がに負担がかからないかとかっていう心配をしているみたいですけども、うちの親はね、そうではないんですね、実はね。父は息子帰ってくるのが嬉しいっていうので、でなんかねリラックスしてますね、皆さんね。みんなリラックスしてるね。もう本当に、リラックスして、こう、過ごしてるっていう感じ。なので、本当に、今の相方で良かったな、というのもありますけども。あとは、何ですかね、この正月三が日の間に、同級生とね、お正月に実は飲んだんですけども、お酒を飲んだんですけども、僕の部屋でね、家で飲んだんですけども、変わってないね。もう本当にね、幼稚園以来からの幼なじみ2人と飲んだんですけどね、もう本当にね、変わってないし、1人はようやく彼女できたしっていうところで、ね、本当に、いやー、新年早々いいお話聞いたと思って、ね、そういう話が聞けるのもまた、こういう、なんていうんですかね、久しぶりに集まってお酒を飲み交わしながら飲む、話すっていうところのいいところなんじゃないかなと思っております。で、ちょっと今日もね、短めですし、やっぱりね、上で両親が寝てるので、ちょっと声張れないんですけども、今日はこの辺で、終わりにしたいと思います。明日からはまた、いつもの背景で撮影するとは思うんですけども、ちょっと今日までは、実家の方でゆっくりさせていただきました。はい。というわけで、ちょっとのほほんとした中身のない話でしたけども、正月三が日帰ってきて、感想っていうのを、勝手に喋らせてもらうと、楽しかったかなっていうのがありますね。面白くない部分も若干あったんですけども、それはね、動画の中ではなしにして、トータルすると楽しかったということで、ゆっくりできた、ね、楽しく過ごせたということで、また明日から、聞き迫る表情で仕事の方に邁進していきたいと思います。皆さん本年もよろしくお願いいたします。以上、操作でした。ご視聴ありがとうございました。